Hello and welcome to Berserk and the Banner of the Hawk with the final level, Peshawar Invasion. It's been a great game. ファルネーゼ様はもうここにはお戻りにはなりません。戻らない？ファルネーちゃんが？どういうことだよセルピコ。どうすんだよキャスカ姉ちゃんの世話係。これをこの都市の貿易商ならばどこでもこの書状を見せれば船一隻と必要な数の船員を手配できるはずです。当主のご息女であらせられるファルネーゼ様を当地まで無事お送りいただき大変感謝しております。正式なお礼はまた改めて。それでは。待ってください、セルピコさん。おい、わけぐらい話したところでバチは当たんねえだろ。私の口から申し上げることは何もありません。お前とはもう一度やってみたかったぜ。もうその理由もありません。なんだかなあ、あんだけ一緒に視線をくぐり抜けてきて挙句が理由も告げずに紙切れ一枚で、はい、さよならか。She sold herself to her captain. 言えない事情があるのだと思います。さっき一瞬手に触れた時、ファルネーゼさんの悲しそうな面影がよぎりました。セルピコさんの戸惑いも。人の事情に首突っ込むのは趣味じゃねえが、確かにすっきりしねえな。よし、おじびども、おめえらに頼みがある。ファル姉ちゃんが婚約？本当なの？イバレラ。本当も本当。たった今相手。そいつと結婚すっから、俺らとはもう旅はできねえってことか？逆だな。船を手配する見返りに婚約を持ちかけられた。そんなところだろ。貴族の政略結婚なんざごく当たり前のことだ。ましてやあいつは押しも押されぬ大貴族のご令嬢と来てる。ね、あいつが自分で決めたことだと言いたいところだが、決まりだ。キャスカのおもりとうまい飯の代価が船一過ぎってんじゃどうにも割に合わねえ。We're gonna go get it back. They're like demonic baby tigers.Yeah.
立てして申し訳ありません。残念ですが、皆さんをファルネーゼ様に会わせるわけにはいきません。僭越ではありますが、あなたの望み、今この場にてお受けいたします。Now we have the fuck up and we're gonna go get it. Guts, sir. あなたはファルネーゼ様に会って。わからねえ。つくづく出たとこ勝負の人ですね。つうことで行くぜ。急ぐんでな。なあ。さっきのあれマジだったのか。マジで切り合ったのか。ああ手抜けるほどあいつは弱くねえ。剣士ってのはそういうもんだ。 Just punches in the back of the leg。 確かに本気ではありましたが、暗黙の条件に乗ってくれた上でのことです。剣で果たし合いを挑んだ私には、たとえどんな不利な状況であろうと剣で答える。さっきの化け物が気になる。うずうずしてると置いてくぞ。化け物？この町が近いうち戦場になるってことだ。行きましょう。あのです。海辺で切った使い魔を操っていた術者たち、あれは間違いなくクシャーンでした。もしかしたらあの襲撃は今回の戦と何か関わりがあるのかもしれません。例えばクシャーンがそうした術者を石膏や先兵として使っているのだとしたら。ガッツさん、皆さんどうして。話は後だ。早いとこ片付けるぞ。分かってます。石の籠の中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もうただ懐かしくて立ち寄ってみた、それだけです。よっしゃ、これで元通りだぜ。さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではない。しとZod. Oh wait, no. Never mind. Thanks for watching part 1, I'll see you in part 2.